今回はやっと内装の作業です。早速解説したいのですが、制作者が何やら泣きそうにブツブツ言っています。ちょっと聞いてみましょう。内装が違っているなんて、つい最近もネットで一枚の内装の画像を見つけてしまいました。ざっと説明しますと、センターコンソールのディティールはもちろん、真ん中の3連メーターの左側だけなぜかオレンジ色のライプになっている。シフトノブはアルミの削り出しみたいで、三浦のグローブボックスのところには何やらコンピューターみたいなのがついているじゃないですか。ダッシュボードの上の面には細長い送風口がついているし、足の脇にも送風口が追加されている。ステアリングはセナの頃のマクラーレンホンダみたいに縫い目までついてある。ドアの内張りに至ってはまるで違うし、ウィンドウを開けるにはランチャストラトスみたいなオープナーに変わっている。うるせえな、いつまで言ってんだよ、早くやれ。はい、ダッシュボードの上面を削り取ります。そこにペーパーを当てます。キットのメーターの部分の左側の膨らみをちょっとだけ短く削りました。ステアリングを合わせてみます。鍵のモールドなどを削り飛ばしました。後から金属線を埋めます。またギターの一番太い6弦を使います。キットのペダルの面のみを残し、切り飛ばします。ペダルのスプリングのモールドのためでした。キットのドアのパーツですが、このイオタの2018年以降の形はこのような感じになっているみたいです。とてもレーシーな感じになっています。プラバンで作りました。センターのスイッチも変わっています。両打ちされてるようなふっくら感を出せるように少しでもへこませてみます。送風口を 0.3 ミリのプラ板で作ります。ちょうど溝が切ってあるのではめやすいです。
主要サイドにもつきます。最近アシェットの8分の1の黄色いミイラの発売が始まるようで、ダッシュボードパーツの動画を上げてくださっていた方が多くて良い資料になりました。ありがとうございます。黒く塗装したステアリングに縫い目を描いていきます。漫画で使う G ペンの先を使い、タミヤのエナメルの白で点付けするように描いていきました。気休めですけどね。ダッシュボードも黒く塗りました。少しモールドがあるところにだけドライブラシをしています。メーターのデカールを貼ります。メインの2つは良かったんですが、小さいセンターのメーターのデカールはちょっと触るだけで破けたり大変でした。持っていた他のキットのメーターを真ん中だけ小さく切って貼り合わせてなんとかしのぎました。買ってから何年も置いておいたからデカールが悪くなったんだと思います。今お店で売っているものは問題ないと思いますよ。ステアリングのセンターにも忘れずにデカールを貼ります。センターの5連スイッチを作ります。 1mm のアルミパイプに 0.6mm のアルミパイプを通します。先端だけ潰します。1mm で開けた穴に差し込みます。つや消し黒とセミグロスブラックなど使い分けがもっとうまくできるように、これからもいろいろ試していきたいと思います。両打ちのようなモールドにも T ピンを差し込みました。先ほどのペダル類です。アクセル、クラッチ、そしてブレーキをはめます。こちらは土台になります。プラバンで作りました。接着します。ほとんど見えなくなると思いますが、これはアクセルのワイヤーが通っていく膨らみだと思います。助手席の踏ん張り台でしょうか、シートをつけてちゃんとまっすぐの位置に接着します。ダイソーのアルミ線です。あのぐるぐる巻きで売っているやつ、それを強力なリューターにかませて削ります。
音がうるさいので消音しています。1ミリの穴を開けました。余分な部分をカットします。実車もシャフトとの部分は分割されているようです。真ん中に差し込みます。セリアの UV レジンですが、癖になりそうなぐらい使いやすくて、メーターに流し込みました。 UV ライトを当てるとあっという間に固まるのでとても便利です。デカールにもほとんど今回はダメージはありませんでした。センターの小さいメーターはちょっとはみ出てしまいました。助手席前のコンピューターみたいな部品です。プラバンで作りました。オレンジ色のランプを取り付けます。0.6 ミリのアルミパイプでディティールを。内装は3枚だけの画像の資料なので、細かな箇所は雰囲気で作っています。ステアリングを接着します。シフトゲージに付属のメタルインレットを貼ります。艶消し面にはちょっと食いつきにくい感じがしましたが、買ってからだいぶ時間も経ってはいるのでどうなんでしょう。エポキシパテで丸を作り穴を開けます。0.3 ミリの穴を開け、ここだけ艶のある黒にしました。差し込んでいきます。このスライド窓が動く動画を見てみたいです。できました。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。